スペングラヤマガメは、ハチューコウカメ目イシガメカヤマガメ属に分類されるカメ。別名オナガヤマガメ。中華人民共和国南部、ベトナム校長11.5センチメートル。オスよりもメスの方が大型になる。廃坑の色彩は、褐色から赤葛色。廃坑と復興の継ぎ目には、液化甲板がない。端は、状になり。 口しは刃物状で光合面は薄い。これにより動きの素早い獲物の動きを止めた上で切断することにも適している。妖体やメスの生体は頭部に単行色の筋模様が入り、光彩は黄色や赤。オスの生体では筋模様が消失し、光彩の色味が消え白や淡灰色になる。琉球山メは本種の亜種とされていたが、 1992年に独立種として分割された。産地や丘陵にある森林に生息する。陸生。植生は雑食で、昆虫、節足動物、陸生の巻貝、ミミズ、果実などを食べる。視力が良く、獲物を見つけると素早く、距離を詰めて捕食する。繁殖形態は卵生。一回に一から二個の卵を産む。生息地では、 食用とされることもある。開発による生息地の破壊や食用の乱獲などにより生息数は激減している。2005年に中華人民共和国の個体群がワシントン条約付属書2に2013年にワシントン条約付属書2に掲載された。ペットとして飼育されることもあり日本にも輸入されている。主に野生個体が流通するが 稀に繁殖個体が流通することもある。当初以前は安価で大量に流通していたが、ワシントン条約に掲載されたため流通は大幅に減少している。以前は安価に流通していることもあり、輸送状態やストック状態が悪く、状態を崩したまま流通する個体が多く飼育の難しい種とされていた。近年は流通量が減少し価格が上昇したことや、 輸送技術の向上により飼育の容易な種ではないが、以前に比べると状態を崩した個体は少なく、なっている。テラリウムで飼育される。腐葉土や、ヤシガラ土等の湿度を保つことのできる床材を、高高ほどの深さで敷く。ケージ内には市販されている、洞窟上の隠れが等を設ける。高温に弱いため日本の夏季においては、風通しの良い涼しい場所にケージを設置したり、 干渉魚用の扇風機やエアコン等の冷房器具が必要になる。乾燥に弱いため朝と夜に、ケージ内に霧吹きをし湿度を上げる。水容器は出入りしやすいように浅いものを設置し、溺れないように、か高の半分ほどの深さの水を入れる。餌としては、コオロギや刻んだピンクマウスなどを与える。餌に対しては事前に、野菜等の餌を与えたり、 良性虫類専用に市販されているサプリメントを振りかけて栄養価を上げる。ありがとうございます。